直に亡命した夏侯派は将軍としての地位を得る。曹操の初段から続いた一連の変事は魏の将の心を揺さぶった。中央の実権を握った芝居も不穏な動きの気配は感じていた。だが彼にはその動きを封じる暇はなかった。諸葛亮の志を継ぐ蜀の脅威が魏への侵攻を再開したのである。芝居は長子芝氏、次子芝将を脅威に当たらせた。蜀軍が陣を張る牛頭山を見ながら里井息子たちは思案する。何故芝居が出陣しないのか、何故我らを揃えて送り込んだのか。偉大なる父にして希代の父将から出された問い。二人の息子はこの戦で答えを知ることができるのか。夏侯淵将軍は蜀に討たれたというのに、ご子息である夏侯派殿がその蜀に亡命とは。ああ、なんと嘆かわしい。この間見ちゃいましたよ、芝将殿が王元気殿の部屋に。そりゃもう大変なことになってました。どんなだったって？四条殿のふぬけ、腰抜けと罵詈雑言の嵐。でも芝将殿はお喜びでしたよ。ええ、脅威はあの諸葛亮の罠です。敵の策には十分に注意すべきです。しばし殿、しばし待たれよ。言ってみたかっただけです。国内の権力を得たと思ったら外敵の侵攻、次から次へと慌ただしいことですね。逆だ将、権力など父上はいつでも手に入れられた。曹操を打ってまで急いだ理由、それは蜀の侵攻に備える以外にあるまい。それだけ蜀は警戒すべき敵ってわけですか。めんどくせ。その通りだ。この戦気を抜かぬことだな。悠長にしている暇はない。行くぞ将。蜀軍を殲滅せよ。各軍進軍を開始せよ。南西に敵部隊が。あの数から誇りが。構わん、このまま進め。策ごとねじ伏せ、戦意を完全にくじく。万全を期し、私は敵の策に備えましょう。いや、お気遣いなく。父上も自分で指揮すればいいものを。戦が面倒になったのか。私を試していれば、あるいは、いや、常と変わらず検証に言え。この地は私が制した。
ますぞ。火のためならば命も惜しくはありませぬ。我が父の子を死ぬ。無警戒の敵陣を乱すのだ。報告、付近に敵伏兵を確認。すでに囲まれています。皆さん、やはりおとりだったか。カグン、焦らずさばけ。敵は橋を落とせ。敵の集団を絞る敵だ。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。なりとかやめてくれよな。北西に敵兵糧庫があります。奪えば敵の士気をくじけるかと。
ましょう。逃がさんぞ。目の覚める一戦に見事角殿の体調が不安です。不安な調子ですよ。俺の名は馬体、あえて嬉しいよ。逃がさんぞ。生き残るのが俺の信条なのよ。ということでさよなら。素晴らしい戦ぶり。よし、我らの武名を上げるぞ。私には違うものがある。俺と勝負だ。覚悟しろ。諦め、貴様に私は倒せぬ。いやいやいや、痛いから倒せって。間に合った。しばし殿、お守りは禁物。脅威と裏切り者はここだ。しばし殿に知らせろ。ほらほら、ここは負けたんだ。さっさと逃げるぜ。敵に抜かりはない。私は上昇に誓った。真の世を築くまで何度でも挑む。何度でもだ。まあまあ、いいからいいから。見たか、あの執念。父上も随分な課題をよこしたものだ。ウグ大天ってやつか。ああ、めんどくせえ。